ロバート・ラングドンシリーズ・インフェルノ、インフェルノは2013年にアメリカ合衆国において出版されたダン・ブラウン著作の長編推理小説。ロスト・シンボルに次ぐロバート・ラングドンシリーズの第4作である。2013年、角川書店から上下巻で発売された。現在角川文庫からも上中下巻で発売されている。2016年に日本語版で 篠の剛やつよしと山口徹優子の朗読によるオーディオブックがデータ配信でオーディブルにて配信。ハーバード大学教授のロバート・ラングドンが病院の一室で目を覚ましたとき、彼はここ数日間の記憶を失っていた。彼の最後の記憶はハーバード大のキャンパスを歩いているときのものであったが、すぐに自分が今はフィレンツェにいることに気づく。担当医の一人であるシエナ・ブルックスは、 彼が記憶喪失に陥っているのだと告げる。そこに突然武装したバエンサが現れ、ロバートの病室めがけて発砲する。シエナはロバートの逃亡を手助けし、二人は彼女のアパートへ逃げ込む。アパートでシエナから入院までの細かな経緯を聞いた後、ロバートは上着のポケットにバイオハザードの記号が記された円筒形の容器を見つけ、 アメリカ領事館へ連絡を取る。すると領事館の方でも彼を探しているところであり、保護に向かうために居場所を教えるよう言われる。シエナの助言に従い、彼は通りを挟んで、アパートとは反対側の住所を教える。間もなくすると領事館に伝えた場所に銃を持ったバエンサが現れる。これを見たロバートとシエナは、アメリカ政府がロバートの命を狙っていると思い込む。ロバートは、 円筒形の容器の中に古い骨でできた円筒形の小型プロジェクターを見つける。そのプロジェクターからは、ダンテのインフェルノをモチーフとしたボッティチェリの地獄の見取り図が映像が映し出されるが、そこには一部修正が加えられていた。また、その映像の下には、真実は死者の目を通してのみ見えると書かれていた。その時、武装した部隊が、 シエナのアパートのビルに突入してきた。ロバートとシエナは、プロジェクターの映像とダンテとの関係を探るために、オールドシティに向かうが、そこでは、地元警察と国家警察が橋を封鎖し彼らを探していた。ボーボリ庭園近くの建設現場でロバートは再度、プロジェクターの映像を確認し、そこで、CATROVACE-R、e、の10個の文字が、 地獄の見取り図の十層の各階層に一文字ずつ隠されていることに気づく。しかもこの階層順序は原本とは異なっており、これを正しく並べることでこの十個の文字がチェルカとローバというメッセージをなすことを発見する。ロバートはベッキオ宮殿にあるバサーリが描いた絵がマルチャーノの戦いの中に同じ言葉が描かれていることを思い出す。ロバートとシエナはんとか 追ってを逃れ、バサアリの回廊を使って、オールドシティに入る。地獄の見取り図の映像にあった、死者の目の言葉と結びつく場所を示す手がかりを、見つけようと、ロバートは、絵画マルチャーノの戦いの前に立っていた。それを見かけた監守が、別ッキオ宮殿の管理人であるマルダール・アルバレスに、ロバートの存在を知らせる。マルタは、そのゼニア、ドゥオモ付属美術館の館長であるイニャ強武像に、 そして、ロバートと会っていた。彼女は、ロバートとシエナを、マルチャーノの戦いのかかった場所の傍らの階段に案内する。その時ロバートは、マルチャーノの戦いに描かれた、チェルカとローバという文字と階段の最上部が同じ高さにあることに気づく。マルタが言うところによれば、その前夜、彼女は、マルチャーノの戦いがかけられた場所から通じる廊下の、 さきの部屋に展示されているダンテのデスマスクをロバートとイニャツヨに見せていた。ロバートは自分が自身の前夜の足取りを追っているということに気づく。マルタはロバート、シエナをデスマスクの展示場所まで案内するが、マスクは消えていた。彼らは防犯カメラの映像でロバート自身とイニャツヨがマスクを持ち去ったのを確認する。警備員たちがロバートとシエナを取り押さえ、マルタは ことの次第を確かめるべくイニャツ用のオフィスに電話をかける。しかし、そこでイニャツ用の秘書より、彼が心臓発作で亡くなり、その直前にロバートへの伝言を残していると伝えられる。そして秘書から伝えられたロバートへの伝言によれば、デスマスクが隠された場所はパラダイス25であるとなっていた。ロバートとシエナは警備員たちの手を逃れるがそこに武装兵たちが到着し、二人は、 コジモデ・メディチ一世の来賛の天井画の上の屋根裏を通って逃走する。この時、追ってきたバエンサをシエナが屋根裏から突き落とし、バエンサは生きたえる。ロバートはパラダイス25がダンテ新曲の天国編第25章を意味していると考え、その記述からデスマスクが三序盤に洗礼堂に隠されていることを突き止める。 そこで発見されたデスマスクには、マスクの現在の所有者である大富豪の遺伝学者、ベルトラン・ゾブリストが残した謎のメッセージが刻まれていた。シエナの説明によれば、ゾブリストは、フーに対して、彼らが現在の人口増加に対して有効な手段を講じていない現状を憂慮した上で、人類の生殖の抑制を提唱しており、またそのための病原の開発に取り組んでいると、 噂されていた。二人は再び武装兵たちに追い詰められるが、風の職員であると称するジョナサン・フェリスという男が二人の闘争を手助けする。この男は胸に大きな傷を隠し、顔はひどい発信で覆われていた。三人はデスマスクに刻まれた謎を解くべく、ベネチアに向かうが、そこで突然フェリスが意識を失う。シエナの見立てではフェリスは大量のうち出血を、 起こしており、ラングドンはフェリスがゾブリストが開発したウイルスに感染しているのではと疑う。ロバートは黒服をまとった武装兵たちに捕らえられ、その間にシエナは逃走する。ロバートは、フーの事務局長であるエリザベス・シンスキーの元へ連行され、次の通りごとの詳細を聞かされる。フーは一週間前に自殺で命の立ったダンテの熱狂的信奉者でもあるゾブリストが、 世界人口の大部分を死に追いやる病原菌を開発したと睨んでいた。彼がこの病気の蔓延による最後の審判をもって差し迫った地球の人口爆発の解決を図ろうとしているというのである。エリザベスはゾブリストの貸し金庫を差し押さえ、そこで円筒形のプロジェクターを発見し謎を解くためにロバートをフィレンツェに使わした。しかし、 ロバートが、マルタ、イニャーツヨラと会って以降、彼との連絡が取れなくなったため、フーは彼が裏切り、ゾブリストに加担して、ウイルスを拡散するのではと疑い始めた。武装兵たちの正体は、フーの緊急対応部隊であり、ロバートに向けられた資格ではなかった。ゾブリストは、大機構と呼ばれる闇のコンサルティング会社を雇い、ある期日まで遠藤系のプロジェクターを安全に、 保管する様に依頼していた。彼はまた多数のダンテに関連する映像が引用された意味不明な動画ファイルを彼らに託していた。そこには徐々に溶解する容器に入った病原菌が水中に隠されている様子が描かれていた。動画は明日には世界が一変すると告げる内容のものだった。エリザベスがその古い骨でできた円筒形の物体を押収したとなれば大気候は それが差し示すものを、ーの手から守らなければならない。彼らは、マルタ、イニアーツヨラと会った直後に、ロバートを誘拐するが、彼は未まだ全ての謎を解いてはいなかった。彼らはロバートにベンゾジアセピンを投与して、一旦過去数日の記憶を奪い、頭部の怪我を偽装し、彼を再び謎解きに仕向けるべく、全てをでっち上げた。シエナ、バエンサ、それに、 フェリスもすべて大気候が作り上げた芝居の登場人物に過ぎなかった。アメリカ領事館との会話もそのシナリオの一部だった。大気候の総督はこの生物兵器定路計画を知り、風に協力することを決断した。フェリスの発信は彼が病院でバエンサに殺された医者に変装するために用いた接着剤に対する肌のアレルギー反応だった。また彼の怪我は、 彼が胸を撃たれたことを演出するために使用した爆竹が誤って爆発したゆえのものであった。彼がベネチアで倒れたのはエリザベスと総督の指示で彼が自分を足止めしようとしていることに気づいたシエナが怪我をした彼の胸に鉄拳を加えたせいであった。想定外のシエナの闘争により大気候はシエナがゾブリストのかつての恋人であり信奉者であることに気づく。 ロバートの謎解きにより、病原菌の隠し場所を知った彼女は、専用機で一足先に現地に向かう。フー、ロバート、そして大気候は彼女を止めようと団結する。彼らは、ゾブリストの動画から、病原菌の入った容器は、動画の中で示唆された記術に完全に溶解するものと考えた。 そしてこれまでのゾブリストの残した手がかりはその場所がエンリコダンドロが葬られたイスタンブールのアヤソフィアであることを示していた。ロバートたちは病原菌が地下宮殿に隠されていることを突き止めるが、すでにシエナは到着していた。容器はすでに破壊されており、旅行者を媒体として、すでに世界中に病原菌が蔓延していると思われた。 シエナはトルコ語で何かを叫びながら地下宮殿から逃走し、それによってパニック状態となった旅行者たちが一斉に宮殿から逃げ出す中、ロバートは彼女を追う。容器を破壊したのはシエナでなかった。それは水溶性の容器で地下宮殿の水中で一週間前にすでに溶解していた。つまり全世界はすでに感染してしまっていたのである。 ソブリストが動画の中で示唆した記述は計算上、全世界に感染が行き渡る日だったのである。シエナはそれを単独で阻止しようとしたのだった。彼女は病原菌がフーに接収され、いずれはそれが政府の兵器研究機関の手に渡ることを恐れていた。大気候の総督は風の元からの逃走を心を見るが、トルコ警察により囚われる。これにより、大気候は 取り調べの後に解体されることになるであろう。シエナは、ゾブリストの研究内容に関する豊富な知識をもって、風による、今回の件への危機対策策定に協力することを条件に恩赦となった。ゾブリストが開発した、病原菌はウイルスベクターと呼ばれる、遺伝子の突然変異を無作為に発生させるもので、感染者の3人に1人を不妊にするものであった。つまりこれにより、 地球の人口増加は抑制されるのである。シエナとエリザベスは、この蔓延してしまったゾブリストのウイルスの無効化策の策定を断念する。シエナは、それが仮にゾブリストのような天才をもってしても、非常に困難、かつ危険なことであるとわかっていたし、またエリザベスもゾブリストの指摘していた人口爆発の危険性をよく認識していたのである。世界的なヒットとなった。 ダヴィンチコードは冒頭にこの小説における芸術作品、建築物、文書、秘密儀式に関する記述はすべて事実に基づいていると記されていためにカトリック教会関係者から反発された。本作品ではこの小説に登場する芸術作品、文学、科学、歴史に関する記述はすべて現実のものである。という文言とともに 大気候は7つの国にオフィスを構える民間の組織である。安全とプライバシー保護の観点から本作では名称を変更してある。と冒頭に記されている。言語はザコンソーシアム。翻訳者によるブログ記事によればこの訳語に決めるまでには時間をかけて検討したという。批判内容についてはダビンチコードの項を参照。ボッティチェルリ、地獄の見取り図。 ありがとうございます。